ましたね、これ、うん、これで今ピタッときますね。ああ、すごいですね。花粉症ですか、先生？いや、あ、でも多少あるかもしれないですね。一応なんか調べたらそうなんですよ、私。ああ、ちょっと苦しそうですね、呼吸が。ああ、でもすぐ私、ハーハーなるんですよね。そうですか。あの、別に、そんな本人的に苦しい感ないんですけど、なんか別に鼻も通ってますし。なんなんでしょう、呼吸があれなのかな、代謝が上がりやすいんですよ、私、熱くなりやすいんですよ。ああ、でも気づいたの、でも今日初めてですね。あ、そうですか。もう1年以上。あ、本当ですか。気づかなかった、今。本当ですか。ちょっと前に知り合いっていうか電話した時にどうしたんですかみたいな、なんかハーハーしてませんって、変態みたいな。それかあのよっぽどなんかね、標高の高いところに高山病みたいな。酸素足りないのかなみたいな。多分体が結構すぐ熱くなるんですよ、やってると。ああ、なるほど。それでなんか結構こう呼吸が荒くなっちゃうというか。なるほど。ここでもちょっとありますね。あ、でもなんか飛び上がるような感じではないですね。うんですね。でもどっちかっていうとなんか左の方が、そうですね、ちょっとね、なんかね、引っかかってるというのか、動きのなんか悪さを感じていますね。はい、わかります。それはいいですか、体勢大丈夫ですか。いや、全然、はい、ただすごい効いてます、全然違うな。そうですね、違う人のように。そうそう。全然痛がってないですもんね、今日そんな。そうですね、まあ、さっき肩がね、痛かったですけど、肩と脇ですね、左の、あ、脇も見てみましょうか、はい、変化が出てるか。でもなんかね、さっきの、うん、なんか多分揺らしで、うんうんうん、多分変わったと思います。はい、なんか、まあ、さっき痛かったのは左の肩甲骨かなのとこですね。こうやって合わせた時にこれ痛いって言った。あ、やっぱり痛いですね。痛い。同じぐらい痛いですか。うーん、さっき、そうっす、いててこう思わず声が出るみたいな感じだったので。ね、痛い、痛いですね。あ、結構痛い。いや、痛いですね。こっちも痛い。こっちは痛くなくなります。あ、痛くなくなった。うん、ここだけなんですね。そうですね。あ、痛いですね。そういえばなんか脇かてえなと思ってたんですよね。はいはいはい。右が効きますね。うんうん。おお、小指まで効く。電卓の打ちすぎたかな。ありそうですね。まあ本当に嫌ですね、この時期本当。いやマジ本当ちょっとね、言いたくないですけどもちょっとわおと思ってます。いろんなことちょっとやんなきゃいけないことが多すぎるなと。ちょうど引っ越しと重なってますからね。そうなんですよ、ね、もうなんかいろいろね、一気に来てるんですよ今日ね、いろいろと、ライフ中ですね、いい意味で転換期なんで、そうですね、試されてるんだと思います。
まあやっぱ変化にはね、痛みや苦しみは伴うからね。そうですね、喜びと多分同じ量の というのか、まあそれに見合った何かやはり大変さもあるのかなと。そうですね、そう考えれば、まあ、みそぎですね。みそぎ、そう。ちょっと今までとまあやっぱ変わるっていうことですからね。ね、今までのその自分の生ぬるさとかを。ここで、もうちょっと今後はね、まあ、いろいろと、まあもう自分だけの問題じゃないので、自分だけはどうしてもね、やっぱりね、うん、なるくなっちゃうんですよ。わかります、わかります。もう俺なんかもう、どっくんですよ。もうね、立場が変わるし、いやですね、決断したもんですよ、私も。と思います。すごいと思います。でもなんか単純になんかいろいろ考えてじゃなくて、なんか単純に、あ、結婚したいってなったんですよね。いや、いいことですね。で、多分もう動物的直感でしょうね。そうと思うんですよ。なんかでも結婚ってのはいろいろ考えるもんなのかなって思うんですけど、なんかどうしても。理屈じゃなかった感じで一緒にいたいわと思って それが一番いいと思うね。多分考えるとね、多分変なことばっかり考えると思う。確かに、なんかあんま多分考えすぎも良くないですよ ね条件つけるみたいなことしちゃっても。そうですね、多分本当はそういうの内で感じるとこですよ ね。まあ意外とシンプルだと思いますよ。そうですよね、まあ引っ越し先とかも直感すもん。ああ、それでいいのか悪いか分かんないけど、まあでもやっぱりご縁があるってことですね。そう、やっぱ嫌な部屋といい部屋ありますよね、感覚で。うん、そうですね、なんか、まあ、ちょっとまあ実際的にね、広さの問題とか条件多少ありましたけど、まあそりゃそうね、何でもいいってわけにいかない。まあそう雰囲気だけでは選んでないですけど、できれば3ルームみたいな。まあね、そうまあいろいろね思うところはありましたけど、でもまあ結局はなんか空気っていうか、そうですね、まあ、決め手はね、やっぱり居心地ですよね。ですね、わかります。だって住むんですもんね。そうなんですよ、まあそうまあ長年住むことになると思うので、そう店もね、ある程度やっぱりね、カビの生えそうなところじゃないですよね。嫌です、嫌です。そうっすね、何この結露みたいなね。あ、でも時期によってはね、分かんないですよね、なんかそういうのって良さそうだと思ったのに、この時期になったらとか、この時間帯はとかって、まあ場合によってはね、あるんでしょうけどね、もうしょうがないですよね、もうそれでもう選んじゃってたら。コンクリートの打ちっぱなしじゃなきゃ多分大丈夫です。まあそうですね、そんな家ではない。